スティーペミオーシッチは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。オハイオ州、ユークリッド出身。ストロングスタイルファイトチーム所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。UFC 世界ヘビー級ランキング2位。オハイオ州ユークリッドで、クロアチア人の両親の間に生まれた。高校時代は、野球、アメリカンフットボール、レスリングで活躍。 各地の大学から8つのスカウト場が届く、スポーツエリートであった。進学したクリーブランド州立大学とトレベッカ、ナザレン大学でも野球で活躍。州代表に選出され3類種を務め、4年時には打率344、ホームラン7本の活躍を収めると、メジャーリーグベースボールのスカウトから声がかかった。ダンボビッシュの練習相手をしたことがきっかけで、 総合格闘技に興味を持つようになる。2006年8月3日、アマチュア総合格闘技デビュー戦で勝利を収め、5連勝を記録する。2009年、コーチにアマチュアボクシングをやってみようと誘いを受け、アマチュアボクシングデビュー戦になった、クリーブランドゴールデングローブで、いきなり優勝を果たす。ナショナルゴールデングローブでは、後にプロボクシングで、世界王座に挑戦する。 ブライアント・ジェニングスに準々決勝で敗れた。2010年2月20日、プロ総合格闘技デビュー戦で勝利を収める。その後、小規模大会で6戦6勝6個 TKO を記録。2011年10月8日、UFC 初参戦となった UFC136 で上位ベルトランと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年2月15日、 UFC オン Fuel TV1 でフィルデフライズと対戦し、スタンドパンチレンダーで 1RKO 勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2012年9月29日、UFC オン Fuel TV5 でステファン・ストルーフェと対戦。2R にスタンドパンチレンダーで TKO 負け。デビューからの無敗記録が途絶えたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。 2013年6月15日、UFC161 でヘビー級ランキング5位のロイ・ネルソンと対戦し、終始優勢に試合を進め、3から0の判定勝ち。2014年1月25日、UFC オンフォックス10でヘビー級ランキング12位のガブリエル・モンザーガと対戦し、3から0の判定勝ち。2014年5月31日、 UFC ファイトナイト、ミチッチ VS マルドナードでファビオ・マルドナードと対戦し右ストレートからのパウンドで開始35秒の TK を勝ちパフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した当初は同大会でジュニー・オール・ドス・サントスと対戦予定であったがドス・サントスが拳を負傷し欠場した2014年12月13日 UFC オンフォックス13で前 UFC 世界ヘビー級王者で、ヘビー級ランキング2位のジュニオールドスサントスと対戦し、一進一退の攻防を繰り広げたが、僅差で0から3の5はある判定負け。タイトル戦線から一歩退くも、ファイトオブザナイトを受賞した。2015年5月10日、UFC ファイトナイト、ミチッチ VS、ハントにて、ヘビー級ランキング5位のマーク・ハントと対戦。 全局面でハントを圧倒し、ゴアールに、パウンドで TK を勝ち。2016年1月2日、UFC195 でヘビー級ランキング2位の、アンドレイ・アルロフスキーと対戦。右ストレートでグラつかせ、追撃の右フックでダウンを奪いパウンドで、開始54秒の TK を勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。試合後には、ケージサイドのダナホワイトに詰め寄りタイトル挑戦を、 アピールした。UFC 世界王座獲得2016年5月14日、UFC198 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで王者ファブリシオ・ベウドゥムに挑戦。前進したベウドゥムに、カウンターの右ショートフックでダウンを奪い1、RKO 勝ち。王座獲得に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。当初は u f c 九十六でベウドゥムに、 挑戦予定であったが、ベウドゥムが怪我で欠場したため、同大会に延期されていた。2016年9月10日、地元クリーブランドで開催された UFC203 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでヘビー級ランキング3位の挑戦者、アリスター・オンフレームと対戦。序盤に左ストレートでダウンを奪われ、ギロチンチョークを極められかけたものの、脱出した後は、 打撃で巻き返して、最後は、関節下りを放った、オーフレームの足をキャッチし、テイクダウンを奪い、パウンドで 1RKO 勝ち。王座の初防衛に成功し、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年5月13日、UFC211 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、ヘビー級ランキング4位の挑戦者、ジュニオールドス・サントスと、再戦し、 右ストレートでダウンを奪いパウンドで1キコ勝ち。約2年半越しのリベンジを果たすとともに2度目の大座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年1月20日、UFC220 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでヘビー級ランキング1位のフランシス・ガヌーと対戦。試合前のオッズはガヌー有利とされていたが、 試合では、カヌーの大振りの打撃を、ことごとくかわし、テイクダウンとグラウンドの攻防で終始圧倒。ジャッジ3者が50から44をつけるほどの、一方的な内容で3から0の 5R 判定勝ちを、収め、UFC ヘビー級新記録となる3度目の、王座防衛に成功した。世界王座陥落2018年7月7日、UFC226 の UFC 世界ヘビー級。 タイトルマッチで1回級下の UFC 世界ライトヘビー級王者ダニエル・コーミエへの挑戦を受ける。序盤は打撃とクリンチでプレッシャーをかけ、レスリングでオリンピックに出場したコーミエからテイクダウンを奪ったもののアイポークのアクシデントを境に徐々に打撃で巻き返され、1R 終盤にクリンチ際の右ショートフックでダウンを喫し、必死追撃のパウンドで小負け、 4度目の王座防衛に失敗し、王座から陥落した。UFC 世界王座奪還2019年8月17日、UFC241 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、王者、ダニエル・コーミエと再戦。1R は、テイクダウンを奪われると、グラウンドの攻防で劣勢に立たされ、2R 以降も、手数と、スピーディーな打撃にやや押され気味の展開となるも、 3R から徐々に打撃で巻き返し、4R に左ボディブローを再三レバーにヒットさせ、失速したう見えに追撃のスタンドパンチレンダーで TKO を勝ち。リベンジを果たすとともに、王座奪還に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。また、ミオシッチはこの試合で同年の UFC、カムバックオブザイヤーを受賞した。2020年8月15日、 UFC252 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでヘビー級ランキング1位の挑戦者ダニエル・コウミエとラバーマッチを行い3から0の 5R 判定勝ち王座の初防衛に成功した世界王座陥落2021年3月27日 UFC260 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでヘビー級ランキング1位の挑戦者 フランシスガヌート、約3年にヶ月ぶりに再戦。2R に踏み込んでの左ジャブでダウンを奪われ、立ち上がったところに、カウンターのミニストレートをヒットさせるものの、直後に、左フックで小負け、王座から陥落し、リベンジを許した。レスリングで鍛えた体幹の強さと、ゴールデングローブを獲得した、ボクシングテクニックを合わせ持つ。パワー変調のヘビー級において、 高い打撃の精度を誇り、スピーディーかつて確なパンチを持つストライカーである。しかし、決して打撃一当ではなく、レスリングやグラウンドでのレベルも非常に高い。スタミナも豊富であり、5R マッチも容易に戦い抜く。また、試合中の無駄な動きが少なく、終始相手の持ち味を潰すクレバーな選手である。ありがとうございます。